出てるものが出てるのが。あ、ほーい。マネさんと微動だにしねえな。何？あ、喋った。よくマネ船長だ。よくぞ、我が船へ、新人海賊くん。あなたは、何も知らんでこの船乗ったんかい？宝城海賊団のちょっと噛む。宝城海賊団の船長の宝城マリンです。早速案内しますよ。さあ、ついてきて。え、あ、はい、はい。ついていけないかん、かん、おぉそれじゃあ、船の中を案内しますよ。明日から、執行で働いてもらいますからね。掃除、洗濯、ご飯作り。それと、フルーツでビタミンも取らなくちゃ。明日から、全部君の仕事ですよ。それじゃあ、君の部屋はここですよ。船長の部屋は隣だけど、覗いちゃダメだぞ。まあ、覗いちゃダメって言ったでしょ。お掃除、お疲れ様。君の部屋に食事を用意しておいたから、残さず食べるんだぞ。さあ、お部屋までご案内しますよ。君、そんな顔してどうしたの？今、マリー船長が老婆に見えて。はぁ？そんなわけないでしょ！いつもの可愛いマリー船長でしょうが。そっか、きっと疲れてるんでしょ？今日の掃除はもういいから、ゆっくり休むんだぞ。しますよ。あー、胸が大きすぎて当たっちゃいます。ごめんなさい。そうね、さすがだぞ、新人海賊くん。お人からしっかり働いてもらいますからね。掃除、洗濯、ご飯作り。なんか歩くの早くない？それと、フルーツでビタミンも取らなくっちゃ。明日から、全部君の仕事ですよ。それじゃあ、君の部屋はここですよ。船長の部屋は隣だけど、覗いちゃダメだぞ。あれだけ誘惑したら、覗いてくるでしょ。まあ、エルガキなんだから。もう、寝てる。
マリーの部屋覗かなくていいの？お掃除お疲れ様。その時計は掃除しなくていいからね。ふふ、今夜こそは覗いてくるでしょう。まあ、色がき、かなかな。嘘、どうして、なんで、もう寝てるの？どうしてマリンの部屋覗かないの？時計は掃除しないでいいって言ったでしょ？余計なことしないで。君、そんな顔してどうしたの？はぁ？そんなわけないでしょ。いつもの可愛いマリン船長でしょうが。だいたいなんで覗いてこないの？プリプリのマリン船長が隣で寝ているのに。はぁ、はぁ、そっか、きっと疲れてるんでしょう。今日もご飯を用意しといたからしっかり食べるんだった。あれだけアピールしたんだから。今日こそ泣いてない。あれ、涙が。今日こそ覗いてくるはず。その表情はもう言葉が出ません。マリー船長の中来るの？あ、来た。迎え撃つのか。セリフが違う。結婚しろ。迫ってきた。マリン船長、ハッピーエンドおめでとうございます。結婚おめでとうございます。ルネさんの声がおもろすぎた。あ、なんかハッピーエンドになってんな、これ最後。それじゃあ行きますよ。お、ハッピーエンドかなこれ。なんか人形たちも普通の顔になってるよ。お、出航した。出航。あ、人形増えてた？あ、ハッピーエンドってこと？